若竹座は、かつて、静岡県静岡市七間町にあった芝居小屋である。静岡で、初めて映画を上映した。後に洋画を専門に上映する映画館、国際劇場となった。玉川座玉川座を設立した、新門辰五郎、若竹座の起源は、江戸の火消し頭であった、新門辰五郎が建設した玉川座である。 徳川義信が宝大院での謹慎を解かれた際、一門とともに義信警護のため同行していた達五郎は、興業をすることにより、明治維新後の駿府に活気をもたらそうと考えていた。その頃、一座の多くが大阪の文楽座へ移るなどして、経営不振に陥っていた笹原村の人形浄瑠璃、玉川幸太ユーザーの工業権を得られることを知った達五郎は、清水の米問屋、 イ医に出資させ、1869年寺町三丁目に玉川座を復興した。翌1870年8月の小倉落とし公園には河原崎権十郎らが来園した。小川座達五郎が1871年に帰郷すると玉川座は小川鉄太郎二条とされ、小川座と解消。小川座は甲府の三井座と共に有名な芝居小屋であり、 東京や大阪の大物役者、芸人が巡業して人気を博していた。若竹座静岡大会以前の若竹座若竹座の観客1887年6月20日、小川座の経営は小川金蔵から材木商の高橋哲太郎に移り、若竹座と改称された。1889年12月12日、周辺地区への放火により、若竹座は消失。 ザスである高橋は再建を断念したが、元爆心である大塚少女が当時の財界人から多額の資金を集め、当時最高の技術力と材料により七島町に再建された。1897年6月15日、若竹座でエジソンのバイタスコープが上映された。静岡県で初めての活動写真の上映であり、そのことを記念して六月十五日は、 静岡映画の日となった。当時の様子は、前島豊太郎、管活動写真機に記録が残っている。観覧量は4等級に分かれていた。上映された内容は、エジソンの工場前で殺水する風景、ナイアガラ幕府、フランス陸軍大学校の騎兵隊演習、ロシア皇帝大冠式、フランスのパリ市街アメリカの女優ロイフラーの映像などで、観客はそれらに、 痛く驚嘆したという。この頃の静岡市内の寄せや芝居小屋は、ほとんどが木造だけの座敷であり、履物を脱ぎ、座布団を借りて感激していた。映画という呼び方は昭和に入ってからで、それまでは活動と呼んでいた。若竹座では、東京の弁士、駒田義弘が、巡回来園して人気を博し、休憩時間に、 プログラムや名場面のフィルムのコマも販売していた。若竹座も多くの活動館と同様、客席の後ろに臨館席があり、制服の巡査がいた。この頃の入場料は、大人30銭、または50銭、2階席になると、さらに20銭高く、軍人と子供は半額となっていた。1940年1月15日、静岡大火により消失。その後、 時は劇場となり、1942年8月、営業権を生活二条と創設した静岡工業株式会社に移行して、松竹座と変わるが、5年後に再び戦火により消失した。1950年の国際劇場終戦後の1948年12月、元生活会長の小林秀則を支配人として、県下唯一の座席指定ロードショーを行う。 国際劇場として開館。洋画専門館として、駅馬車、静かなる男、西部の人、カルメン、ハムレット、心の旅路等の数々の名画を上映した。タイアップによる斬新な企画も行い、西部劇映画、黄色いリボンにちなんだミス黄色いリボンコンテストなどを開催した。1958年当時の座席数は624席であった。 1963年6月に閉館。かつて国際劇場が存在した場所には、現在、高層マンションが建設されている。ありがとうございます。